はいどうも、佐久間優吾でーす。本日も人生に役立つ情報を共に学んでいきましょう。早速本日のお題を読んでいきます。ためらいは神様からのまだ早すぎですよという警告。こちらのお題を今から読んでいきたいと思います。ためらうという気持ちはわからないときや自信がないときに出てきます。勉強不足で正しい判断がつかなかったり、練習不足で大会に出場すべきかためらったりします。ためらいの原因は不足が大半、不足が大本になっています。勉強不足、練習不足、資金不足、愛情不足、経験不足などです。不足が原因になっているのですから、ためらいを感じることはやめた方がいい。いずれにせよ、良い結果が出ることは珍しい。不足しているのですから、良い状態に転じることは大変稀です。たとえ良い状態になったとしても、運がいいか偶然かです。それは本当の自分の実力ではありません。試験の選択問題でためらいを感じることは分からないということです。適当に選択をしてたまたま正解でも本当のあなたの実力ではありません。わからない問題は間違って当然なのです。十分に試験勉強をしたときには、試験に対してためらいはありません。やるだけのことはやったと自信がついてきます。問題も迷うこともありません。大会へ向けての練習も十分にやるだけのことをやれば、ためらいは消えていきます。金額の高い洋服を買うかとためらっているときには、お金不足が原因です。今の収入レベルでは無理な高い買い物をしようとしているからためらってしまうのです。無理をして買ってもいずれ生活が傾いてしまうことは目に見えています。きちんと貯金をしてお金を貯めてからであればためらいはなくなるのです。ためらいは神様からのまだ早すぎますよという警告なのです。今日の格言、ためらうことは控えておく。なるほど。ためらうね。どうしようかな、買おうかな、どうしようかな。でもやっちまった後悔よりやらずの後悔みたいなね、そういう言葉もあるからね。まあ自分次第でしょう。はい、ということで本日はこの辺で。今日も勉強になりました。それではまた。ドロン。